皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーチャンネル担当の藤本です。今日はですね、離婚に関するタックスフォームということで、イノセントスパウスリリーフフォームということに関してご説明を差し上げたいと思います。対象としてはですね、米国で離婚された方、あるいは離婚を考えられていらっしゃる方、この方にお役に立てるんじゃないかなと思います。フォームのナンバーはですね、8857と申します。日本語で訳すとですね、無実の配偶者救済フォームっていうふうに言います。じゃあこのフォームなんですけれども、配偶者あるいは以前の配偶者が合算申告で、つまりジョイントリターンで不適切な報告をしたり、申告すべき所得を省略した場合には、フォーム8857をファイルすることによって税金、利子、罰金を支払う責任を免除してもらうことができる。つまり、合算申告で相手のスパウスがですね、不適切な報告をしたときに、自分の責任を免除してくれると、そういうことになります。その場合は免除の対象になる税金、利子、罰金等は不適切な配偶者あるいは元配偶者からのみ徴収されるということになります。それでちょっとこちら最後のポイントはですね、エクセプションになるわけですけれども、夫婦個別申告をした場合も、カリフォルニアなどのコミュニティプロパティ採用州の場合も免除が可能になります。いいでしょうか。じゃあ夫婦合算の意味ということでね、ちょっとおさらいをしたいと思います。夫婦合算っていうのはですね、ジョイント&セブラルライアビリティって言いまして、夫婦それぞれが合算申告に関する税務の債務に対して支払う責任があると、そういうことです。ちょっとこれをまた別の言い方で言いますと、ちょっと難しいんですけれども、同一債務の債務者が共同で持ち、履行を義務付けられるとともに、各債務者も個別にその債務のすべての履行の義務を負う。つまり旦那様も奥様も、責任を共同で持って、その債務のすべての履行の義務を負う。一方が払わなければもう一方が払わなきゃいけない。したがって IRS や州の税務当局は、債務者全体に対しても債務者の一人に対しても、その選択によって債務の履行を迫ることができます。この場合、債務者の一人が債務を履行するとなれば、他の債務者の債務も消滅するわけです。これはですね、日本の連帯保証という意味とは異なります。ジョイント&セブラルライアビリティということを覚えておいてください。じゃあですね、ケーススタディ、こちらのケーススタディの方が大変分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。ケーススタディ、アメリカ人の夫と現在離婚を検討中で別居中ですと。2019年度に合算申告で IRS とイリノイ州に税務申告を提出しました。そこでですね、2019年の税務申告の中にですね、離婚を検討している相手の夫がですね、自分の夫が行っているコンサルティングビジネスの所得に報告漏れがあると。つまり旦那さんがですね、何らかのその所得をですね、報告しなかったのが IRS に気がついてしまったということで、 IRS から当然指摘があったと。金額は3万ドル、漏れていたということで、これらに対する税金、利子、罰金等を合わせると8000ドルになると仮定しましょう。私は、この税務申告書にですね、ここにサインしなさいと、大体サインするページっていうのがありますから、そこに何でもいいから目くらサインしろよというふうに言われてサインをしたという人ですので、その合算申告にサインをするだけでですね、内容に関しては全然わからなかったし、報告漏れの事実というのは知る由もなかったわけです。つまりその別れようと考えている旦那さんが自分で勝手にしたことなわけですよね。それに対してこの私はですね、この8000ドルに関しては夫が叱らうべきものであると強く感じているわけです。この場合なんですが、この場合はですね、フォーム8857イノセントスパウスリリーフフォームを使ってですね、この8000ドルは旦那さんが支払うべきであるということを IRS に申し立てることができるわけです。当然 IRS としてはですね、その内容を吟味して、それで債務を、奥様の方の債務を免除するかしないかというのを決めるということなんですが、こういうそのフォームもあるんだと、イノセントスパウスを助ける、そういうフォームがあるんだっていうことをですね、このビデオでは分かっていただきたいなと思って、このビデオを作らせていただきました。ちょっとあんまり細かいことは省いているんですけれども、ポイントに関してはですね、しっかり説明したんじゃないかなって勝手に思っていますけれども、皆さんご参考になれば幸いです。こちらの方がですね、もうちょっといろいろ調べたい方はですね、8857のインストラクションであったり、それからですね、そのセパラル&ジョイントライアビリティに、すみません、ジョイント&セパラルですね、ライアビリティに関するちょっと日本語での説明もここに出てたりしますので、参考にしてください。それからこちらの方が私どものディスクレーマーということになりまして、で最後に CDH のプロフィールです。Zoom でのですね、無料のご相談にも何でも応じますので、ぜひですね、私どもの方にご連絡していただければ幸いです。以上です。失礼しました。